はい、それでは2022論文本試験を起動を始めてまいります。民法を担当いたします、レクセン認講書の豊川と申します。どうかよろしくお願いいたします。そしてですね、今回論文受験なさいました全国の論文受験生の皆様、本当にねお疲れ様でした。疲れは取れましたか ね終わって4日目になりますけど、逆にね、あの試験終わって日が経つにつれてね、自分の書いた答案のね、あの不備とかね、なんか足りないところがだんだんこう目立ってきてね、逆になんか落ち着かないんじゃないかなって気がします。まあ、どんな試験でもそうですね。でこの後私の方からですね、あの民法についていろいろお話をしてまいります。ただ皆さんの方におかれましてはですね、あの論文最終日の晩に行いましたあの書簡ライブ配信ですね、あれもほとんどの方がご覧になられているかなと思いますんで、今回ですねこちらね、このレジュメですね、論文本試験を切る教養科目、こちらのレジュメを使ってさらにですね、あの掘り下げてお話をしてまいりたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。じゃあ早速ですね、こちらのレジュメ開けてください。論文本試験を切る教養科目で、まず先にですねちょっと論点を確認いたします。4ページ開けてみてください。こちら4ページですね、4ページ、まず問いの1番からいきます。で先日のあの書簡ライブ配信の中でも申し上げたんですけども、ね、1問目ですよ。設問1の方が動機の錯誤で、しかも共通錯誤を聞いてきた。これ私公開もして出しましたね。皆さん書けてますよね。大丈夫ですね。で今度続いて設問2の方ですね、これも典型論点ですね。94条2項の類推適用で、その中の意思外形対応型を聞いてきた。私これも的中答練でお出しをしました、ね、だから共にしっかりと復習をしていた方は当然できたであろうという、そんな問題が出ましたね。共に典型論点。ただあのこの設問2の方ですね、若干これひねりは入ってるんでしたね。第三者とも言うべき E がその飼い主ではなくて抵当権者、抵当権者っていうそういう事例設定でした、ね、でもこれもね、これ9条2項のこの類推適用、このね要件3つ立てて当てはめて、で E が抵当権を有効に取得する、その結果抵当権の実行によって買い受けた F も有効に所有権取得するというふうに書けばもう十分ですからね。そんなひねりって言ってもそんな特段ね難しいひねりじゃありません。書けましたね。でねこれ2つともね、うちから出している効果器に乗ってる、ね、もう本当超がつくくらいの典型論点です。ただね私いつも申し上げるんですけど、こういう典型論点基本論点って意外と書き方で差がつきます。おそらく皆さんの中で結構手応え感じる方も少なくないと思うんだけど、いざ蓋開けてみたら結構私これ点差が開くと思ってます。やっぱね民法って知識も理解も同程度であっても書き方で大きな差が開くんですよ。だからこの設問1、ね、この動機の錯誤で、さらには設問2、94条2項の類推適用、ともに書き方で私は実際大きな点差が開くと思ってます。これ一つ根拠があって、実際今年の公開模試でこの設問1の動機の錯誤を私お出したんですけど、皆さんと私一生懸命採点しましたよ。できてる方とそうじゃない方思いっきり点差開くんですよ。ちゃんとそういう根拠ありますんで、だからあの超典型論点だからできてるはずっていう、そういうねあの楽観的な見方は危険です、ね、ある程度客観的に本当書けてるかな、ぜひあの参考答案ご覧になってみて、ね、ぜひその辺の検証はしておいてください。基本論点だから書けてる、ね、そんなことありませんから、逆ですよ、逆ですね。であとこの1問目なんですけど、ちょっと下の合格答案の指針のところちょっと見ていただきたいんですけども、これねあの書簡ライブ配信の中でも私ちょこっと触れたんですけども、これ要件4つですね、説明中ですよ、動機の錯誤の取り消しですけど要件4つあって、で4つ目の表意者の無重過失、ね、ここについては、ね、相手方 B、 飼い主 B にも、ね、これ誤信があるってことで共通錯誤96条3項2号ですね、これで処理してくださいねって申し上げました。ただ私書簡ライブ配信の時にもね、あの皆さんにちょっと問題提起したかと思うんですけど、1号ですね、95条3項1号で書いたって方いらっしゃいますかね。やっぱいるか、ね、私書簡ライブ配信の中でも申し上げたんですけど、あながち間違いでもないと思うんですよ。で一応このレジュメにも書いたんですけど、これねこれ B は A の話を鵜呑みにして本件売買契約を A と締結していることから、ね、A に
重過失があるんであれば、やっぱり相手方、ね、B もやっぱり重過失あるんじゃないの、ね、そういうふうに考えるのは、まあ、ある意味素直です。でもやっぱでもですね、一応ここに書きましたけど、問題文中に必ずしもこの飼い主 B の主観面について詳しく書かれてません。でこの同じね、1問目の設問2の方を見てほしいんですよ。設問2の94条2項の類推適用の第三者 E なんですけど、こちらの方は問題文にね、 E は知らなかった、善意です。で知らないことにつき過失もなかったというふうにね、設問2の方は第三者の主観面がこのように詳しく書かれてるんですよ。でも設問1の方では書かれてないっていうことかと比較すると、やっぱりね、設問1の方では飼い主 B の重過失、まあ、これはね考えないで、あくまでも共通錯誤で処理してくださいっていうのが、まあ一応試験員の出題の意図かなっていう気はいたします。でも絶対間違いかっていうと、私は絶対間違いとも言い切れないと思ってます。だから結構ね、今回の問題、次 の, あの2問目もそうですけども、いろいろ考えようとするとね、結構広がっちゃうんですよ。だから本当に絞る、あの基本的なね知識を軸にして、できるだけすっきり書いた方が私は高得点がつくだろうと思ってます。であと設問2の特にね、もう難しいとかありません。さっき申し上げた通りですね、要件立てて当てはめるだけだよってことなんで、そうするとちょっと整理いたしますと、1問目の方につきましては設問1ですけども、要件4つ、錯誤取り消し、要件4つです。これを定立して当てはめができたかどうか、ね、で設問2の方は要件3つです。類推適用の要件3つ立てて当てはめができたか。いつも言ってますけど、要件を立てて当てはめをする、これが法律学の基本的な思考です。まさに今回この試験員の先生これを聞いてんですよ。ちゃんと要件立てて当てはめできますか、法律的な思考を皆さん身につけてますか、これを問うてます、ね、だから枝葉に入らないで幹だけでいいんですよ。しっかりと書けば十分高得点、ね、あのつくと思います。で次、今度2問目いきますよ。で今度レジュメですね、引き続きちょっとねページめくってください。10ページです。またね論点の確認をいたします。こちら10ページです、ご覧ください。でまず設問1の丸1です、ね、これも前回所管ライブ阪神でも話しましたけど、登記請求権聞いてます、ね、登記請求できますかってことで、登記請求権って言います。これ登記協力しようと、ね、これいわゆる権利に関する登記っていうのは共同申請が原則です。したがって一人でできません。だから相手方にね、例えば買い主であれば売り主に登記協力してよ、ね、こういうのを登記請求権って言います。でこれ前回もねライブ配信の中でも話しましたけど、条文が上がってますんでね、これ549条を元にして、一応下にも書きましたけどね、これを元にして認めれば OK です。でこういうね契約です、これ贈与契約ですけど、この贈与契約に基づく登記請求権を学者がね、学者がよく債権的登記請求権って言い方します。契約だから、契約に基づくから債権的登記請求権。あともう一つが物件に基づくね、これ登記請求権である物件的登記請求権、これもあるんですよ。あるね、これもライブ配信でお話しましたけど、所有権ですね、所有権、贈与によってね、これ本件土地建物所有権取得してるんで、所有権に基づいて登記協力しろ、移転しろね、これ請求できますんで、皆さんの中でこれ両方書いたって方います？さすがにいないかな。これ書けてれば加点10ですね、加点10ね、一応債権的登記請求権、この贈与契約に基づいて登記移転しろと、これはやっぱ書いてほしいですね、これはね。であと続いて今度ね、ちょっとまた上戻りますよ。今度は設問1の丸2です。丸2、これが庶民によらない贈与ってことで、私もね正直言ってこれちょっと目が点になりましたけどもね、これ今まで民法の過去問で聞いたことないんですよ。でね、これも所管ライブ阪神のお話しましたけど、これ550条の要件当てはめるだけですね、もう条文上がってますんで、要件立てて当てはめてもらったらそれで OK で。でね、ちょっと今回ね、ちょっと軽く触れときましょうかね、9ページちょっとお戻りください。条文が上がってますね、550条ですね、550条、9ページちょっと一番下見てください。ここ書面によらない贈与の解除ってことで、これおそらく皆さんの中で大半の方がね、本試験解除で初めて目にされた条文だろうと思います。実を言うとね、この条文自体はね、あの民法改正前からずっと昔からあるね、結構メジャーなあの条文ではあるんですよ。ただ鑑定士の民法では贈与って基本的に問われません。もう契約って言ったら売買
賃貸借、そしてまあせいぜい請負でしょ。だから贈与ってのはほとんど問われたことがない。ましてこの550条ってのは初めてだったんですね。でこれね、皆さん本試験会場でご覧になってびっくりしたと思う。私も昔ね、民法を勉強したての頃これ読んでびっくりした記憶あるんですよ。なんでかというと、書面によらない贈与、簡単に言うとこれ口約束の贈与でしょ。これ各当事者どちらからでも解除できちゃうんですよ。で皆さん勉強したと思うんだけど、普通解除する場合って解除原因がいるじゃないですか、債務不履行とか。これいらないんですよ。でしかもどちらからでも解除できちゃう、ね、これどういうことかっていうとね、例えば私がね調子に乗って皆さんに土地あげますよって言ったね、調子に乗って、でこの時に私は皆さんに土地をあげる意思はあるんですよ。意思はある。もしこれ意思がなかったら心理療法です。93条で無効になっちゃう、ね、逆に言うと意思はあるんですよ、あげる意思はある。ただ私が軽率に調子に乗って皆さんに土地あげますよって言っちゃった。で後から私皆さんから請求されるんですよ。先生土地引き落としてよ。その時私がしまったと思うんですよ。あの時調子に乗ってなんかいいね、なんか軽率に行っちゃったなと。で幸いこれ書面がない、契約ね、証拠がない。だから私は考えるんですよ、これうやむやにしちまいと、一体言わないにしまいとね。で当然トラブルです。でところが皆さんは納得できないね、先生あの時くれるって言ったじゃん。で皆さんが私を訴えて場所を裁判所に移して争うわけですよ。だけどこれね、はっきり言って裁判所からするといい迷惑です。これ売買だったらね、買い主は対価払う、でも贈与は無償契約でしょ、ただでもらうんですよ。そんなただでねもらう契約の争いごとをわざわざ裁判所に移してやんないでくれよ。おそらく裁判所こんなあの発想ですよ。だからこれ各当事者が解除できるよ。でこれ各当事者になってるけど、まあ実際行使するのはほとんど贈与主ですよね。ね、あげるよって調子よく言っちゃった私みたいな贈与主ですよ。でもこれ例外があった。履行の終わった部分についてはこの限りじゃない。例えば土地を引き渡した、あるいは私が引き渡しまでしてなくても登記を皆さんに移したような場合です。この場合履行が終わったってことで私は解除できない。なんでかというと、さっき言ったようにこのそもそもの趣旨は私が軽率にあげるよって言っちゃった場合です。この時にトラブルをね大きくするのは好ましくないっていうんで解除権を与えた。だけどもし私がね皆さんに登記を移転したんであれば、私が皆さんに贈与する意思ってのは明確に表れてるでしょ、行動となって表れてる。だから例外的に解除できないなって言うんですよ、ね、今ざっと550条お話しましたけど、なんで私これ喋ったかというと、来年もこういう条文問題出る可能性あるからです。でもうちょっと踏み込んで言いますと、今回この2問目お出しになったのはおそらくね試験2年目の進藤先生だと思う、法政大学の。でこの先生去年はね1問目お出しになってます。で去年、またこの後見てきますけど、去年もやっぱり信頼関係破壊の理論が出た。今年2問目でしょ、去年も2問目だけど、進藤先生去年は1問目担当されてて今年は2問目、ね、でなんでまた話しますけど信頼関係破壊の理論こんな立て続けに2年もねあの出すのかな。私もちょっとねちょっと他もっと論点あんだろう、抵当権とか出してよと思ったんですよ、はっきり言って。だけどおそらくこれ進藤先生からすると、確かに去年鑑定士の民法としてはね信頼関係破壊の理論2問目で出したけど、あれは私が出したんじゃないよ、もう一人の先生が出したんだよ。おそらくねこういう発想かね、あるいは去年1回出したんだから今年当然皆さん簡単に書けたでしょという、そういういわば温情的な意図でお出しになったのか、私あれかずっと考えてるんですけど結論出ません。もうこれ進藤先生に聞くしかない。でも本当にお前それ進藤先生って証拠あんのかと。あります。去年の一問目、ね、これ去年 の論文本試験の記事でも私喋ったんですけども、それまでの問題文の文章と明らかに去年の一問目違うんですよ。あとこれ去年も喋ったんですけども、あのひらがな表記が多い、進藤先生は。それで去年の一問目進藤先生というふうに確定して、で今年の二問目もこれ問題文見るとね、去年よりはさすがにねあのひらがな表記は減ったんだけども、やっぱりね結構これちょこちょこねこれ目立つんですよ。例えばここね口頭で答えたとか、なんで漢字先生漢字じゃないのって感じですね。こちらね、他にもあるんですよこれ。あと A の元 A とか、これなんで漢字じゃないの。あと文体がそうです、文体が去年の一問もそうなんですけど、この進藤先生結構ね小説風の文体でお書きになる、ガチガチの法律の文章じゃない。今回の2問目もそうなんですよ。皆さんこれお読みになっててお気づきになったと思うんだけど、これ A は B に対し鍵も渡してくれなければ登記も移転してくれないって書いてるんですよ。
これ普通というかね、他の法律学者であれば鍵の引き渡しも登記の移転もなされていないって書きます、他の学者であれば。これやっぱり進藤先生特有です。あともうちょっと下行くと、これね、これですよ、支払うべしとする催告者。他の学者だったらね、支払うよ催告したとか、支払う旨催告したって書き出します。結構ガチガチの表現使うのが一般の法律学者でも、やっぱりこれ進藤先生ね、こんな書き方ですね。まあ一応これにしておきます。でおそらくね、進藤先生今年まあ2年目で、来年もね3年目ってことでお続けになると思います。ですから今年みたいな問題ね、皆さんの中でもちろん今年ね、もう試験受かって終わる方はいいんだけど、もし来年も受けるよっていう方はね、ちょっとこの辺は覚悟しておいてください。おそらく進藤先生来年もまた試験お続けになると思いますんで、またこういうねちょっと変わったようなね、あの問題あの出る可能性ありますんで、でちょっと続けますよ。であと残りですね、もうちょっと喋っちゃいましたけどね、次のまた10ページです。今度は設問2の丸1ですけど、信頼関係破壊の理論、これさっき言いましたね、さすがに2年続けて出すなよって感じです。私もね、おそらく皆さんも同じでしょうね。で最後設問2の丸2、一表示の効力発生時期、これは簡単でしたね。これ条文当てはめるだけだもん。あのね、あのこれも言っとかなきゃいけないと思うんだけど、あの今の鑑定士の民法って解くときね、絶対難しく考えちゃダメなんですよ。あの間違いなく、もうはっきり言うけど、あの間違いなく今のね、あの民法の試験員って国交省の担当者からガッツンガッツン言われてるんですよ。もうはっきり言います、ガッツンガッツン言われてる。絶対難しい問題出さないでね、ね、時間かかる勉強時間ね、かかりそうな論点出さないでね、間違いなく言われてます。なんで間違いなくて言えるか、ここ最近3年間です。3年間の本試験の問題を見たらはっきり分かるんですよ。もうどんだけ手かせ足かせはめられて、もう試験員がね、もう息の止まるかっていうくらいね、本当にぎゅうぎゅうになってね、一生懸命問題作ってるのが分かるんですよ。だから今年の2問目もはっきり言いますけど、私の目から見ると決して難しくはない。だってこの信頼関係破壊の理論ぐらいでしょ、本当の論証が当たって。2問目ですよ。他の設問1の丸1、丸2も、設問2の丸2も、これ条文べったりに書いたら丸つきますよ。べったりです。言葉は悪いけど、表現は悪いけど、本当条文べったり書けば間違いなく点数つくから。いいですね。だから特にもう来年、ちょっとね、もう来年向けて心機一転頑張るよっていう方は、ぜひね、この点覚えて今日お帰りになってください。よろしいですね。であとまだ若干時間あるのかな。であと今皆さんにねご協力いただいてます論文ちょっとイントネーションおかしいな、論文自己評価アンケート、これね、あの皆さんにご協力いただいて、各問題ごとですね、1問目2問目各問題ごとにね5段階で皆さんにね回答していただいて、一番いいのが、ほぼ完答ね、ほぼパーフェクトに近い。でその次が 7割8割は書けた。で3番目が半分くらいで、4番目が 2,3 割くらいで、最後ね、ほぼ書けなかった5段階でお答えいただきました。でまだね途中経過なんですけど、ちょっとね発表しておきますと、この民法の1問目ですね、1問目ですけども、一番上の5段階のね、ほぼ完答に近いと、あと次の2番目、7、8割は書けたっていう方ですね、だから上位2つね、回答してくださった方が一応まだ途中経過ですけど約 65% いらっしゃいます。だから相当皆さん1問目は手応え感じてる。でそれに対して2問目の方、やっぱり上位2つね、あのほぼ完答に近い、あとその次の 7,8 割かけたって方、次の2問目になると約 25% です。いかに皆さん手応えがないか。でいつも言ってますけど、この試験どこまでいっても相対評価です。講師の私はね、これぐらい書いてねって言うけど、あくまでもそれはね講師目線で言ってることであって、実際皆さんの合否は相対評価で決まりますから。だから講師が示したねレベルまで到達してなくても、他の人よりもちょっとね、頭一つ抜ければ十分合格できますからね。ですからある程度手応えのある方はぜひね、その辺あの期待を持って、あの本試験まで、あの本試験の発表ですね、待っていただけたらよろしいんじゃないかなと思います。いろいろ喋りましたけどね、参考にしていただければ幸いです。じゃあ以上で終わります。はい、皆さんこんにちは。
講師の森田隆二です。私の方からは経済学のですね、解説をさせていただきます。レジュメをですね、見ていただければと思いますけども、まず19ページになりますけども、ミクロ経済学でありましてですね、こちらは玉田先生がね、おそらく出題されただろうということで、括弧1が公共財、そして括弧2が情報の非対称性ということで、レックといたしましてはですね、公共財に関してはですね、総ざらいと、それから試験対策講座、それから情報の非対称性に関しては、公開模擬試験だとか、総ざらいだとかプラスアルファ討論で扱っておりましてですね、非常にいいですね、自画自賛ですけど当たってるなというふうに思いました。で、レック生を中心にですね、アンケートさせていただきました結果、およそ 75% 以上の方がですね、7割以上できてるというね、コメントがありましてですね、結構ね、取れたのかなというふうに思っております。で、ちょっと映しますけども、19ページなんですが、括弧1がおそらく25点、そして括弧2がおそらく25点で50点満点かなと。で、私といたしましてはですね、やっぱり8割ぐらい取ってほしかったかなと。マクロがちょっとね、難しい問題が入ってますんで、ミクロで点を稼ぐということで8割ぐらい、つまり括弧1で20点、括弧2で20点、合計40点は取っていただきたかったかなというふうに思っております。でですね、やっぱり難易度としてはですね、結構今回簡単だったかなというふうに思ってるんですね。で、どうしてかっていうと、例えば2行目のところの限界便益なんですけど、限界便益が与えられてるじゃないですか。これ自分で計算しなければいけないですよ、本来だったら。総便益が与えられててですね、で、それを微分して限界便益を求めるっていうね、それが普通の計算問題だと思うんですけども、もう限界便益を与えてくれてますんでね、だから微分計算が不要なんですよ。そしてこちらもそうですよ、費用関数が与えられてるにもかかわらずですね、限界費用が一定で60だっていうふうに言ってるんですよね。だから微分計算さえ、しなくても解けるということで、玉田先生にしてはですね、本当にサービスしてくれてるなっていうような感じですよね。だから玉田先生の学部のですね、試験の方がひょっとしたら難しいんじゃないかなっていうふうに私は感想として抱きました。で、一つずつちょっと簡単にざっと見ていきますけど、まず丸一番、公共財のですね、定義に該当しますけれども、消費の非競合性と消費の非排除性ということで、こちらも本当に合格基礎講座レベルのね、内容かなということで、きちっと書けてほしいですよね。で、丸二番に関しては、計算問題なんですけれども、先ほど申し上げましたように、もう微分計算さえ、すら不要ということでありますから、こちらもきっちりとですね、答えを書いていただきたかったかなと、計算していただきたかったかなというふうに思いますね。で、その際にですね、やっぱりね、問題の2の方はですね、問題の2のマクロの方はですね、計算問題等ありましたけども、空欄補充ということですから、グラフを書く場面がありませんけども、ミクロの方はですね、計算問題では、計算が問われておりますけど、一応その白紙の状態で書きなさいということですから、グラフを書くスペースがありますんで、したがってこの括弧1の丸2に関してはですね、きちんとやっぱグラフを書きましょうということですね。グラフを書かないとやっぱり点数がなかなか伸びていかないのかなというふうに思いますので、計算でごちょごちょやっても答えって出ちゃいますからね。だからグラフをやっぱり示すということがですね、必要だったかなというふうに思っております。で、グラフは同様にですね、問題の1のですね、括弧の2番もそうですね、こちらもきっちりとグラフ書いていただきたいです。やっぱグラフがないとですね、通常減点になるかなっていうことを申し上げておりましたけども、グラフ今回も書いてほしかったかなということですね。で、丸三番もですね、これフリーライダー絡みのお話ということで、こちらもですね、それほど難しくなかったのかなというふうに思っております。で、括弧の2番ですけどね、情報の非対称性で1、2、3とありますけども、こちらもですね、やっぱり玉田先生がかなりですね、受験生の方に配慮されてるなっていうですね、ことが、見受けられるんですね。で、どうしてかっていうと、こちらのですね、19ページの括弧の2番の2行目なんですけども、売り手は80万円と評価すると、一方、不良者の
価値は買い手も売り手も0円と評価するということでありましてね、まあ、0円で評価するということですから、まあ、非常に単純化しているケースというふうに考えることができるんですよね。だからレックでやってた方がですね、状況としてはまあ複雑だったので、こちらの方がまあ解きやすかったのかなというふうに思いますね。で、丸3番はちょっと難しいのかもしれませんけども、ちょうど私の公開模擬試験でですね出してたところですよね。アドバースセレクションのですね軽減する処方箋2つということで、スクリーニングと、それからシグナリングを書いていただければよかったのかなということで、まあ、細かいことはですね、後ほど回答例を見ていただければと思いますね。まあ、以上がミクロということでありましてですね、まあ大体8割ぐらいねちょっと取ってほしいかなというふうに思いました。で、引き続きマクロなんですけども、マクロは非常にですね厄介な問題だったかなというふうに思ってるんですね。で、まずですね、簡単に配点ですね、こんな感じなのかなというふうに思いましたけども、カッコ1が20点ぐらいかなと、5個5つですね空欄がありますんで、まあ、1つ4点で5し20点かなというふうに私は思いました、ね。1つ4点で5つ空欄がありまして5し20点、20点カッコ1に与えられてんじゃないのかなと。で、カッコ2番の方が、まあ、30点で、あると。で、カッコ1番の方はですねこの12点ぐらいね、まあ、つまり3点ぐらい、3問ぐらいちょっと取ってほしかったかなと、ね。5台中、カッコ1番は5台中ですね、3問ぐらい、3、4、12、3問ぐらい取ってほしかったかなと。で、カッコの2番の方は30点中ですね、まあ、半分はちょっと難しいかなというふうに思いましたので、12点ですね、それぐらい取ってほしかったかなと。ですから、マクロでですね、24点ということですから、ミクロ40点で、64点ぐらいね、まあ、取れてほしいかなというふうに私としては思っております。ただね、まあ、ちょっと本当に今回初めて見ましたというね、特に問題の2のカッコ1になりますけれども、初めて出てきた、初めて目の当たりにしているですね、数式のオンパレードということだったと思いますので、まあ、そこでですねちょっと精神的に辛くなっちゃった方も多かったかなというふうに思いますけれども、まあ、ただこれからねちょっとまあ回答のですね、アプローチを簡単に示していきますけれども、問題文を読めばですね、数式ちょろっと変形すればですね、実は解けちゃう問題で、そこをですね、小松先生は期待していたということだったんですけど、それをですね、まあ、簡単にちょっと、コメントをさせていただきます。で、27ページちょっと見ていただければと思いますけど、主要論点ということで、まあ、金融論のテーマ、金融論から出題されているというふうに思っていただければと思いますね。インフレ率だとか長短金利付き、量的質的金融緩和ということでですね、金融のテーマですよね。で、やっぱり不動産鑑定士というね、そういった資格はですね、金融とは切っても切り離せない関係にありますんで、金融政策の方向性が非常に、不動産価格というのは重要でありますから、ですから金融に精通するしている必要があるということでですね、毎年のように金融に引っかかっている問題がマクロでは問われているということでありますけれども、今年もその分野からということでありましたね。ただ非常に難しかったんですよね。昨年はですね、まあ、それほど、まあ、例えば ISLM 分析であったりだとかですね、何ですかね、流動性先行説だとか可変数量説だとか、まあ、通常の受験生であれば勉強してますよと、そういった問題が結構多かったとは思うんですけども、まあ、今回はですね、期待形成ですね、適合的期待、合理的期待ですね、まあ、私の授業でも合理的期待については簡単に申し上げてますけど、ちょっとだましだましっていう感じだったんですよね。まあ、本気で合理的期待を扱うとしたら、まあ、相当なお時間がかかってしまうと。で、今までの試験傾向で見るとですね、まあ、そこまでいらないだろうということで、まあ、だましだまし で合理的期待についてはお話ししてたんですけど、今回本格的にですね、数式が与えられてですね、出されちゃってるということでありまして、まあ、そこのところがちょっとね、予想外であったのかなということなんですけども、実は与えられた数式をちょっといじくればできたということですね。それを、まあ、小松先生は期待されてたということなんですけどね。で、それから私はね、この AD-AS 分析が非常にですね、今回危ないかなというふうに思ってたんですね。今まで問われてないと。
でやっぱりインフレ率っていうのがとても大変、インフレ率っていうのはとても大切で、 ADAS 分析っていうのは物価水準に関するですねモデルでありますから、ですからこの ADAS 分析そろそろ出るだろうというふうに思ってたんですけど、 ADAS 分析を超えるですねバージョンアップされたタイプ、 IAD、IAS っていうふうに言うんですけど、バージョンアップされたタイプのですね ADAS 分析が出ちゃってですね、まずはちょっと ADAS 分析を出してほしかったなというふうな感想をちょっと持ちましたけども、まあ、やっぱりインフレ率っていうのは、まあ、中央銀行が目指しているですね目標になりますんで、やっぱりインフレ率に絡んだね問題が出てきたということなんですけど、扱われたモデルはちょっとレベルが高かったということですね。でそれから資産価格の決定式ですね、こちらはあの初年度にもですね小松先生出されておりますけど、今年も出されたということで、まあ、私の方としてもですね、資金対策講座であるだとかそういったところで、資産価格の決定式は扱っておりましたけども、あの、まあ、鑑定士を目指されている方はね鑑定理論等で勉強されているからあの式は知ってたかなというふうに思いますけども、やっぱりあの、このね資産価格の決定式とかそういったところが出たということですね、まあ、レベルは非常にちょっと高かったかなというふうに思います。でまあ空欄補充なんですけども、あの試験変形すれば解けましたよということで、簡単に24ページをざっと読みながらですね、コメントさせていただきますね。式1に基づくマークアップ率の上昇は実質賃金の青をもたらすというふうに言っておりますね。式1そしてマークアップ率の上昇、これは実質賃金率をどう変化させるのかということなんですけど、27ページに数式の展開書いておきました。式1がですね P イコール括弧1プラスミュー括弧閉じるアルファ分のダブルということでありますけど、両辺にですね P 分の1を掛け算しますと1イコール括弧1プラスミュー括弧閉じる P 分のダブルかけるアルファ分の1という式になりますよね。で今回問題文でこのミューが大きくなるというふうに言ってるんですよ。ミューが大きくなるんだったら、ね、このイコール関係を保つには P 分のダブルが下がるしかないじゃないですか。で P 分のダブルっていうのは実質賃金、ないしは実質賃金率ですよ。で、ミューが上がったとき、実質賃金はどうなりますか？イコール関係を保つには下がる以外ありえないじゃないですか。だから低下するが正解なんですよ、ね、ですからあの P 分のダブルが実質賃金と分かりませんでしたって言ったらもうこれはもう論外ですけども、 P 分のダブルは実質賃金って分かるじゃないですか。だから両辺に P 分の1を掛け算すれば P 分のダブルが出てきますんで、でミューが上がれば P 分のダブルが下がらないとこのイコール関係保てませんから、まあ、したがってミューが上がったとき P 分のダブルが下がりますよねということで、まあ、数式いじくればできちゃうということでありますよね。だから、まあ、ここにも私ちょっと書いておいたんですけども、まあ、ちょっと数式の変形苦手ですという方がいらっしゃるかもしれませんけど、あのこれは小松先生が作られていると。で小松先生は鑑定士の資格もお持ちであるということですから、小松先生はやっぱり鑑定理論ないしは演唱する際もこれぐらいのやっぱ数式変形できないとまずいでしょうということで、これぐらいはできるようにしてくださいというですね、メッセージだということで、まあ、厳粛にですねやっぱり受け止める必要があるのかなというふうに思いますね。だからある程度の計算力っていうのもですね、まあ、小松先生は鑑定士には必要なものだということでですね、そういうふうな認識のもとに出しているということで、まあ、計算力っていうのをですねやっぱり高める必要があるということを再認識していただければと思いますね。で、今度いいですね、いはですね、2行目ですね、24ページの下からあの4行目のところですけども、財市場が完全競争市場である場合ということですね。だから完全競争市場を想定していると、その時ミューの値はどうなりますかということですね。で先ほどの式1が27ページの下から2行目に載っておるんですけども、これをですねちょっと変形させるんですね。これをちょっと変形させます。でまあ、ここはちょっと難しかったかなというふうに思うんですけどね、それが28ページなんですけども、28ページの上から2行目ですね、これアルファはですね MPL 労働の限界生産力っていうふうに、解釈することができるんですね。ごめんなさい、27ページの一番下ちょっと読み上げますけど、アルファが、労働生産性、ですね、であるから、
それをですね、限界生産力 MPL であるとすればっていうふうに書いてありますけど、アルファというのは労働生産性であると。で、労働生産性っていうのはですね、限界生産力っていうふうに解釈することが、まあ、実はできましてですね、だからそこのところは気づかみませんでしたっていう方が多いかもしれませんけど、そういうふうに解釈できまして、だからアルファを限界生産力っていうふうに書き換えると、28ページのこのような式になりますよね。で、MPL っていうのは、MPL っていうのは、デルタ L 分のデルタ Y ですよ。労働時間を、労働を1単位増やしたときに、生産量が何単位増えるのかっていうのを表しておりますから、MPL っていうのはデルタ L 分のデルタ Y ですよ。ね。で、デルタ L 分のデルタ Y が今度ここに分母に来るわけなんですけど、今度はそう、この式を踏まえて、デルタ L をですね、分子分母に掛け算すると。そうすると、このような形になると。でこちらの 分子のですね、ダブル×デルタ L っていうのはデルタ TC というふうに解釈できますから、デルタ Y 分のデルタ TC、 つまり生産量を1単位増やしたらコストがどんだけ上昇するのかっていう意味合いになりますから、これまさに MC なんですよ。これがね、これが まさに MC なんですよ。ですから、与えられた式1というのはですね、加工に加工を加えていくと P イコール括弧1プラスミュー括弧閉じる MC になるわけですね。で、完全競争市場っていうのは皆さん P イコール MC が成り立つじゃないですか。完全競争市場では P イコール MC が成り立つ。これは合格基礎講座のレベルですよね。じゃあこの式を P イコール MC が成り立つようにするにはミューの値どうすればいいんですかって言うとゼロじゃないですか。ですから、μ の値は0というふうになるわけですね。完全競争市場が実現している財市場を踏まえますと、μ の値は0になるという話ですよね。だから一応式変形からもできますけど、ただ、この α がまず MPL だなっていうふうに感づくのっていうのは、緊張している状況ではなかなか難しいかなということとですね、それからやっぱり式変形なんだかんだ言って難しいということで、まあこれはちょっと、まあ、やっぱりできるはできるけど、難しいですよねっていうふうに思いますね。で、今度は括弧1のうですね。式、24ページ25ページなんですけども、25ページの方行きましょうかね。上から1行目のですね、最後のところ、そのため式3に基づくと時期の動学的総供給曲線は絵にシフトすることになるということなんですけども、式3ですね、ごめんなさい、飛ばしちゃいましたね。うは24ページだったですね。24ページの下から3行目ですけども、その結果、実質賃金は何々に等しくなるということで、ね、ごめんなさい、また28ページに戻りますけど、ね、μ が0であればですね、μ が0であれば、先ほどの式1に当てはめますとですね、α イコール P 分の W、α っていうのは MPL ですから、MPL イコール P 分の W が成り立つと。MPL イコール P 分の W っていうのは、まあ、固定派の第一項順ないしは利潤最大化の条件式ということで、まさにこの式が成り立ちますよということなんですけどね。でごめんなさい、ちょっと前後しちゃいましたけど、25ページは動学的総供給曲線ということで、式3をですね、ちょっとだけ括弧をほどいたらこういうふうになるんですよ。28ページのところですね、真ん中ですけども、28ページのこの真ん中のこの数式に式3をですね、括弧を閉じほどいてですね、ちょっと変形を加えるとこのようになるとこういうことですね。で、AD-AS 分析っていうのがあるじゃないですか。AD-AS 分析っていうのは縦軸に P、そして横軸に Y が来ますよね。で、この動学的なですね、まあ、バージョンアップさせた AD-AS 分析っていうのは縦軸が P じゃなくてインフレ率、物価上昇率が来るんですね。で、横軸に Y が来るんですね。横軸は通常 Y じゃないですか。45度線分析、横軸国民所得に来ますよ。 ISLM 分析、横軸国民所得に来ますよ。マンデルフレミングモデル、横軸国民所得が来ますよ。 ADAS 分析、横軸国民所得が来ますよ、ね、通常だから横軸に国民所得が来るんですよね。横軸に国民所得が来ると。で、縦軸に ADAS 分析だったら物価水準ですけども、今回はインフレ率が来るということですね。で、ここに気づけばですね、あとはこの式ですね、ここが傾きであり、ね、ここが傾きであり、残りが切片ということですから、ね、πe が上昇したとき、この供給曲線はどのようにシフトしますかっていうと、切片部分が大きくなるんです。傾きは変わらないんです。
傾きは変わらずに切片部分が大きくなるから上にシフトと情報シフトというふうになるわけですね。上に平行シフトしますよというふうになるわけですね。だからこれもですね、まあ、式変形すればできちゃうということで、まあ、緊張している状況ではね、難しいとは思うんですけども、小松先生といたしましてはおそらく意図としてはね、数式回転だから解釈してくださいと、ね、いうことだったのかなというふうに思いますね。であとは最後のおですか。おもね、これ答えが載ってるんですよね。25ページの一方の後ですね、合理的期待形成においては長期には期待インフレ率が現実インフレ率に常に等しくなると。期待インフレ率が現実のインフレ率に常に等しくなるってことは、期待インフレ率イコールインフレ率、現実のインフレ率、これが成り立つってことなんですよ。ですから28ページのところなんですけども、ね、期待インフレ率イコールインフレ率が成り立つようなベータを計算しなさいということなんですね。これが成り立つようなパイイコールパイが成り立つようなベータを計算しなさいということなんで、答えに指摘させていただいたですね、数式が当てはまるということになるんですね。だからまあ、なんとか3問ね、まあ、2問でもいけるかなとは思うんですけども、なんとか3問ちょっと取っていただきたかったかなというふうに思います。で時間の方ちょっとごめんなさい押してるんですけども、25ページで今度括弧の2番ですね、丸1丸2丸3というふうにありますけど、1と2でですね、だいぶちょっと点数をどちらかといえば稼いでほしかったのかなというふうに思いますね。1の方は、まあ、インフレ率ということで、インフレ率が上昇した時っていうのは、まあ、予想されるですね、賃料も上がっていくのかなっていうふうにちょっとですね、連想を働かせて、でその考えを基づいその考えに基づいて数式にですね、反映させると回答例のようになったのかなということですね。で2番の方はバブルということでありまして、まあ、バブルは一応私の講義では的中の解説のところでね扱ってたんですけども、バブルは過剰流動性があると、さらに神話があると、この2要件が揃うときにバブルが起きちゃうかもしれないということで、その時にですね、期待が膨らむということで、GE がでかくなってっていうことを、まあ、示してほしかったんですけども、まあ、なかなかそうは言ってもね、ちょっと難しいかと思いますんで、まあ、なんとかちょっと書いてね、いくつか点数をいただくという形になろうかと思いますね。で、丸3番の方はですね、これ結構難しい問題ですよね。なかなか本当に完璧に試験員の方が求めているような答えはなかなか書けないと思いますけども、まあ、回答例ちょっとね、書かせていただきましたけども、まあ、こんなようなことがですね書かれていれば何点かいただけるのかなということでありまして、後ほどちょっと参考にしていただければと思いますね。でそれから最後にちょっとお話しさせていただきますけども、25ページのこのイールドカーブコントロールというのが今回出てきておりますよね。で今日の新聞にイールドカーブコントロール、イールドカーブっていう言葉が載っておりましたけど、まあ、要は私何が言いたいのかというと、やっぱり現実の経済、実際の経済、これをしっかりとやっぱり毎日毎日意識してほしいっていうですね、やっぱり小松先生のメッセージが込められておりますよね。不動産鑑定士っていうのは実務家なんだと。新聞に出てくるような言葉、これはちゃんと分かっておいてくださいよっていうね、そういったメッセージのように私は思いますね。ですから本日イールドカーブについてちょっと日経新聞で載っておりましたけども、やっぱり新聞に出てくるような言葉、特に金融不動産に関わる言葉はですね、マクロなんかでは特にですね取り上げられることが今後もあろうかと思いますので、今後もですね、まあ、不動産鑑定士になった後も必要な知識だと思いますけども、ぜひですね、そういった言葉も追うようにしていただければと思いますね。はい、すいません、私の方からはですね、経済学ということでありましたけれども、以上とさせていただきます。どうもお疲れ様でした。はい、では私の方から今度は会計学ですね、会計学の内容についてお話をしていきたいと思います。はい、2022年度ですね、論文本試験を受けるということで、私からは会計学ですね、お話をしていきたいと思います。担当はレックス2講師の高坂です。はい、では、会計学になりますが、使用する教材はちょっと一回プレゼンター切り替えますが、こちらの、はい、論文本試験を切るということですね。
これが表紙になるかなと思います、はい。で、中身なんですが、早速ですが39ページ目ですね。39ページ目、ちょっとでまず問題文ですね。問題からということ で、まあ、別にこれ全部詳しく見る必要ないんですが、問題の1番ということで、これは、第1問目ですね。問題の1番はいわゆるのれんですね、のれんの話です。で、また後でちょっとお話をさせていただきたいと思いますが、一応レックでは、東連で出題をしたテーマがかなりありますんでね、まあ、皆さんできてくれてるのかなと思っています。はい。で、次のページで結構です。40ページ目になりますかね。ちょっとプレゼンター切り替えますが、で、使用論点ということで、まあのれんの意義ですね、のれんの意義、それから、資産形状ですね、根拠とかで、あと負ののれんが出ましたね。負ののれんということ で、特にこれが嫌でしたね。発生原因って、ね、であとは自己創設のれんですね。これはやりました。資産形状できないというね。で、その下なんですが、ね、多分回答は後で、まあ、見ていただいても結構なんですが、その下ですかね。まあ、おそらく皆さんが気にしているのは、要するに自分が合格点、合格ラインですね、に乗っかるかどうかということをですね、ちょっとプレゼンター切り替えますが、で、鑑定士の試験の場合には、まあ、通常おおむね6割ということなので、一つの問題が30点ぐらいですね。50点満点ですから、50点満点で30点ですね、ちょっと超えるぐらいが合格ラインになるのかなと思います。で、そういうようなちょっと、捉え方をすると、問題1番目ね、問題1番目なんですが、あいうえお5つですかね、クランがあって、おそらく2点の5箇所で10点にするんじゃないのかな。で、ちょっとここも切り替えたいんですが、これは私の個人的な意見ですが、なんで各問題が2点なのか、小問ですね、クランですね。クランは基本的に私2点だと思ってるんですよ。で、なんで空欄補充が2点なのかというと、私最初1点かなと思ったんですが、1点にするとですね、三角がつけられなくなっちゃうんですよ。 0.5 点になっちゃうんで、三角だ。だから三角をつけることができなくなっちゃうから、だから1点はないんじゃないのかなと思ってるんですよね。ですから、まあ、ただこの辺は、まあ、ひょっとしたらですね、まあ、ある程度かけてれば丸っていうふうにしちゃえばいいんでしょうけど、今回のように基準ですね、基準から抜粋されちゃうと、基本的には、別解はないです。基準ですね、別解はないんですが、まあ、本当はですね、本当は別解がないんですけどね、ただちょっと似たような表現だったら三角をつける可能性はあると思います。ですから、まあ、同じような内容ですね、同じような内容だったら、まあ、実際には三角つける人もつけてくれる先生もいるんじゃないのかな。で、そうすると三角をつけると1点になるわけですね。ですから、各空欄が2点の配点で、三角にすると1点という形にしてるんじゃないのかなと思います。さすがに1個の空欄で3点はないなと、それはちょっと配点高すぎるんで、ということでプレゼンター切り替えますが、まあ、大体10、まあ、2点でやっぱ5箇所で10点じゃないの。そうすると、まあ、私の経験上、まあ、おそらく3つ程度5、まあ、正解してるんじゃないのかなとすると、まあ、大体予想得点が6点から8点ぐらいになる、私の経験上でね。で、のれんなんですが、これ20年でね、まあ、20年以内ということなんですが、これは絶対できなきゃダメ、特にレックの受験生でね、レックの受験生は焼却期間ですね、20年、まあ、最長ですね、20年以内ということなんで、しかもこれ単純にですね、ちょっとカメラ切り替えちゃいますが、まあ、皆さんお分かりだと思うんですが、回答用紙がこんなちっちゃくて、しかも何年まで書いてくれてるんで、まあ、まさかとは思うんですけど、20年で書いたらダメですよ、20年年になっちゃいますけどね。こういうところもやっぱりルールですから、あの20という数字を書いていただきたいということね。最長何年ですか、20ですね。で、ここはできて当然です。レックの答練で出してますんでね。ですから20年ということで、で、ここなんですが、私これ最初は10点かなと思ってはいました。ただこれについてはちょっとまたプレゼンター切り替えますが、この最長20年ですね、これに関しては私10点かなと思ってたんですね。なんで10点なのかというと、これできて当然だからです。できて当然だから、だから皆さんを、多分会計学が結構皆さん沈んじゃう人がいるので、なるべくあの会計学の得点を高めるために、こういう誰でもできるところ、誰でもできるところは得点を高く、配点を高くしておいて、少し得点を高くしようというふうにするんじゃないのかなと。その意味で私10点にしちゃったんですが、どうもですね、こうなんかこう巷の噂を聞いてると逆で、
のれんについてはなんか結構ノーマークな人がいる、のれんノーマークはダメなんですけども、ただそうするとこれ20年というのは書けない受験生がいるんじゃないのかな。そうすると逆になっちゃうんですよ。だから皆さんの回答をバーッと見ていって20年が正解なんですね。20が正解なんですが、まあ、大半書けてないと、大半書けてない場合にはここに配点振っちゃうと得点が下がっちゃいますね。全体の得点が少なくなるので、これ皆さんがどれくらい書けたかによって配点変えちゃうんじゃないのかな。私はこれ皆さんてっきり書けてると思ってましたから、20年というのはてか、まあ、かけて当然だろうと思ってるんで、だから20年は全員これはかけますねと思って多分問題作ってる先生は出してるはずですよ。まさか鑑定士の受験生でのれんの焼却期間20年知らない人はいないでしょうと。だからここは20でいいですよ、ここは丸をつけて10点あげますよって言ってくれてるんじゃないのかなと私は思ってたんです。ところが皆さんは結構皆さんあまりここお勉強してないということなん で勉強してなかったら書けないですけど、そうすると書けない人が続出するとここは配点を低くしちゃうんじゃないのかなっていう感じはしました。だからどういう配点にするかというのは皆さんがどれくらいできたかによって配点というのは変わってきちゃうんじゃないのかなと思ってますが、ただ私はこれ最初は20年というのはみんな書けてると思ってたんで、ここは皆さんの得点、皆さんなるべく高い点数にしようということで、まあ、当然皆さんできなきゃいけない、この20年という焼却期間ですね。だからここに配点を高く振ってたんです、10点という。だひょっとしたらですね、皆さんが全然できない、皆さんが全然できないとここはもっと配点下げるんだろうなと思います。ただ一応私はやっぱり当初10点と思ってましたんで、まあ、一応10点にしましたよね。であとはカッコ様、のれんの意義と資産形状で意外とこの資産形状の根拠この辺が怪しいんじゃないのかなということで5点から7点、まあ、のれんの意義はさすがに欠けると思うんですが、資産形状の根拠が怪しいんじゃないのかなということでトータルで10点分の5、6点、まあうまくて7点ぐらいかな。でそして最後の方ですね、これは負のなれ、これがって感じでした。これがさすがにやられたなという感じですね。ただモニター切り替えますが、皆さんが受けてる試験、日本の国家試験の中で、まあ、不動産系ですかね、不動産系でいうと一番難しい試験です。ですか、最難関ですよ、不動産系でいうと。不動産系でいうと最難関の国家試験なんで、そんな簡単な問題ばっかり作るわけないんですよ。だから小問がいくつかあったときは絶対1問ぐらいはもうあこれは難しいですねと問題入れるわけですから、出ないと最難関の国家試験にふさわしい問題にならなくなっちゃうんで、これ負ののれんがなかったらもうほとんど誰でもみんな100点になっちゃいますからね。さすがそんな問題作らないですよ。だから問題を作った先生はおそらく気持ちとしては最難関の国家試験にふさわしいレベルにしないといけないので負ののれんっていうのを入れてるわけですよ。でもこれはできなくていいよということなんです、皆さんに対しては。で ここまでできる必要はないよっていうことなので、まあ、負ののれんに関して言うと相当難易度は高いです。特に発生源泉ですね、発生原因まで皆さんに聞くっていうのはちょっとシビアでね、これは多分無理だと思いますが、これはできなくていいということなんで、まあ、なんか分かったか分かんないような、なんかよく分かんないけども、とりあえず適当に、まあ、負ののれんで特別な利益になりますよとか、なんか適当なこと書いておくと、まあ、2、3点ぐらいはくれるんじゃないのかなと思います。ここは得点期待しない。最後5番、自己創設のれんですね。でここはできないといけない、これは後でやりますが、自己創設のれんが資産計上できないというのはレックでそのまま問題出しましたので、ここは10点満点で、まあ、なるべくパーフェクトに近い。ただ問題は自己創設のれん、これは資産計上できませんよ、できませんけれども理由が問われているわけで、私あの答練で問題出したんですが、まあ、見てもらったら分かるんですが、かなり回答例が分量があるわけです。ところが本番の試験はたかだか 2行ぐらいですかね、本当に短い行で まとめないといけないということで、皆さんが覚えた知識、自己創設のれん、自己創設のれんは資産計上できない、その資産計上できないという理由をほとんど箇条書きに近いような形で、理由はこれとこれとこれがありますよみたいな形で、そういうふうにコンパクトにまとめる力が必要になっちゃうということなんですね。あんまり文字ちっちゃく書いたらダメですよ。文字をちっちゃくして、なんか高坂先生が書いた回答で、先生文字をちっちゃくして、なんかすごく書いちゃいます。こういうのダメですから。そうじゃなくて、コンパクトにまとめなさいって言ったらいいですね。で、まあ、ここができてほしいんですよ。で、
次なんですが、今度は問題の2に移っちゃいますが、問題の2はで、ごめんなさい、ちょっとこれはご職なんですが、この線は15番、ここからですね、この15番からがこの四角の枠組みですね、まあ、ちょっと細かい話ですが、この枠組みはすみません、15番からここからですね、ずっと来るわけなんですが、でこれは売買目的有価証券と、まあ、そ売買目的有価証券だとか、その他有価証券の話です。はい、でまあ、問題は各自、ですね、まあ、見ておいていただきたいんですが、で内容については、次のページですね、まあ、売買目的だとかその他有価証券で、この2つの比較両者の違いってこんな感じです。でこれも各やっぱり気になっているのは配点だと思いますね。空欄補充やっぱり2点の5箇所で10点じゃないのかなと、あと10点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 で、実は私これ全部10点にしてるんですが、10点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 とすると採点が楽なんですよ。見てて分かる通り、会計学の先生、こんなこと言ったら P が入っちゃうかもしれませんが、会計学の先生は本当に採点めんどくさがってるみたいなんで、採点がめんどくさいんですよ。だからとにかく全部10点にしておいて、分かりやすく採点するということで、まあ、皆さんの答案つけてると、あれこれ 何点だったっけかなとか分からなくなっちゃう時あるんですよ。とりあえず全部10点にしておけば楽なんだろうなと思うんで、まあ、そういうこともあって、私これ今回は全部10点にしちゃってるんじゃないのかなっていう感じがします。でまあ、あとは内容については有価証券なんで、これは大体できたかなと思ってます。大体空欄補充はやっぱり3つぐらいですね、3つぐらいで、あとは売買目的その他有価証券、どっちも時価評価されますね。で理由は違いますよ、理由は違いますよ。でも時価評価する根拠ですね、これはでも普段やってる内容なんで、あとこれが洗い替えと切り離し、これが多分今回の内容でいうと難しい、洗い替えと切り離し、ね、まあ、両方あるんですが、でどう違うのかという内容です。ただ私これパッと見た瞬間に、あこれも絶対無理だなと思ったのは、私慌てちゃったんですが、この問題見た時、洗い替えと切り離しで2つのやり方あるんですが、これなぜ2つのやり方が認められるのかと、理由聞かれちゃってるのかなと思ったんですよね。で理由が聞かれると難しいです。ただ今回はそういうことではなくて、洗い替えというやり方と切り離しというやり方2つあったときに、どういう違いが出るんですかっていうことだけ、要するに表面的な話を聞いてる。だからなぜって理由じゃない、理由じゃなくて、どういう違いが出るんですかだって。これは簿記とかですね、普段やってる人たちは意外とその簿記の知識をなんとかうまく使いながら答えるっていうことはできるのかなと思います。ただまあそれでも難しいです。ですからここは多分 2,3 点だろうなと思います、私ね見てて。あとは3(2)の3番、(2)の4までね、このあたりも10点10点なんですが、大体どこも大体授業でやってる内容なんで、まあ、標準的な論点ですね。こっちも大体評価損で、特に評価損は保守主義の原則なんだということなんで、その他有価証券ね、はい、その他有価証券に関して時価が下がっているときは、まあ、容認みたいな形で評価損立ててもいいですよっていうことね。でこれは保守主義の原則というのが、まあ、根底にあるということで、この辺は多分いけると思います。で回答例は次のページ書いておきましたので、まあ、参考までにさっと読んでいただいてもいいです。はい、ということですね。で、回答例ですかね、回答例ということ で基本的にはこれ基準の内容なんで、別解はないということなんですが、ただそうですね、洗い替え方式、私これこの洗い替えというこの辺のところですね、ひらがなのいとかえとかですね、洗い替えというこれを抜かして書いてもさすがに丸にしてくれるんじゃないのかなっていう感じがします。それから洗い替え方式に関して言うと、そうですね、洗い替え法と言っても、まあ、もちろん同じことなんで、洗い替え法と言っても、まあ、同じ意味ですからね、まあ、三角ぐらいはつけてくれるのかなと思います。ただくれぐれも問題一番もそうなんですが、別解はないです。原則は基準に書いてある内容だから。ただ、まあ、原則はそうなんですけど、さすがにさっき言った洗い替え方式、この意とか絵が抜けてる部分に抜けてる部分については、これは丸にしてくれるんじゃないのかなと。これは本当先生のさじ加減になっちゃうので、ちょっと、具体的なことは分からないですけどね、まあ、今年はそんな感じです。はい、ということで、だとちょっと、まあ、少し宣伝っぽい話になっちゃうんですが、まあ、繰り返しになりますが、当たりましたよということで、ズバリ的中ということで、問題の一番ですね。で
ところですね。的中当例の第2回目の問題1番ですかね、のところで法律上の権利、これがいわゆる、のれんですね。のれんは20年以内ということですが、のれんの焼却期間20年以内、まあ、20年ですね。でやりました。あとごめんなさい、これ私がすみません、自慢っぽくなっちゃうんですが、ここのアンダーラインつけたのはこんなにぴったり当たっちゃいましたよということなんで、ここですね、括弧の5番で自己創設のれんによる形状が認められない理由について、これ自己創設によるのれんの形状が認められない理由について、ここです。私が作った問題ですが、自己創設のれんの形状は制度上容認されていない根拠について説明してください。まあ、多少表現違いますが同じ内容です。たださっき言ったようにこれ的中で出してますよ。まさかできなかったってことはないとは思うんですが、的中ですからね、的中当連で出してますからね。だから、多分誰も今目の前に誰もいないんですが、多分皆さん先生できたよと言ってくれてると思ってはいるんですが、できてますよねって言っても誰もいないんですが、私の今これ収録している最中なんであれなんですけどね、多分皆さんできてくれているのかなと思います。何とか信じたいんですけどね、皆さんできたよと思ってくれているのかなと思います。あと負ののれんですね、これが負ののれんについて、これ、特別利益なんですが、私これどこに計上されるかということを考えたんですが、負ののれんの発生原因聞くかということで、聞いときゃよかったなと思った。ただ負ののれんの発生原因まではさすがに無理じゃないのかなと思ってたので、ここはあえて当連で外しちゃったんですけどね。ちょっとここは私の中で反省しなきゃいけないなと思ってたんですが、せっかく負ののれんって言ってるんで、負ののれんの発生原因ですね、そこまでやっときゃよかったのかなと思ってますけどね。ちょっとそこまではでもきついかなと思いました。だとちなみに必修論点総ざらい講座でもやってますんですが、括弧の3番で自己創設したのれんはの資産形状を認められないその理由についてもほとんど同じです、ね、同じです。のれんの意義、これも、やりましたね。ということなんで、第1問目問題の1番なんですが、全部ではないんですが、おおむね的中していると言っていいんじゃないのかなと思います。ということは皆さんできてないとダメですよ。ですが的中当連で出してるんですから、的中し、もう私この仕事もずっと何十年もずっとこの仕事やってますけどね、その先生が出ますよ、出るかもしれませんよって言ってるんで、それかけなきゃダメですよ。それは的中当連ですから、的中当連で出したのでね。でちょっと次のページ、これが最後になりますかね。有価証券なんですが、実はこれちょっと森田すいません、有価証券に切り替えちゃいますが、実は有価証券って私あんまり重要度を高くしてないんですよ。なんでかというと、去年は売買目的有価証券っていうのは一番最後に書かせてるんですよ。なんで去年の本試験で一番最後のところに売買目的有価証券って言葉書かせてるんで、そしたら今年は有価証券はちょっと私の中で重要度のレベルを下げちゃったんですね。だからあんまり出してなかったんですが、ただ、一応ちなみにこの皆さんあまり受験されてないようなんですが、プラスアルファ当連で分野ですね、これその他有価証券の根拠を証明する売買目的の根拠とするよ、これと1括弧1括弧3がこれほとんど今年と同じ問題です。要するに売買目的の、有価証券、その他有価証券、どっちも時価ですね。でも根拠が違う、評価差額の扱いも違うと言ってるわけです。だからプラスアルファ当連で、ちなみにですね、ちょっと、これは私の記憶なんですが、このプラスアルファ当連で皆さんあまりご自己されてないようなんですが、プラスアルファ当連で意外と地味に毎年当たってるんですよ。結構当たってます、プラスアルファ当連で、ね、一応ご検討いただきたいなとは思うんですが、であと論文実践当連、これはみんな受けてると思うんですが、論文実践当連、これぴったり当たってるわけじゃないんですが、ここで金融商品ですね、満期保有子会社とかで、この論文実践当連の2回目の第2問目ですね、でここで有価証券についてはレジュメまだ手元に残ってますから、ね、レジュメがあればそこレジュメを見てもらえると、有価証券については一通り説明してます。ですから、この論文実践当連ですかね、第2回目のところ、そこの解説レジュメのところに有価証券の説明ざーっと書いておきます。でそこちゃんと復習している人は、今年の問題はクリアできてるんじゃないのかなと思います。もちろん全部ではないんですが、結構クリアできてると思ってます。はい、ということで今年はこんな感じになります。であとちょっと最後に、
一言だけということなんですが、もう試験は終わりました。で、試験が終わったんですよね。終わっちゃったんですね。で、終わったということはもうこれは全て過去のことなんですよ。で、人間っていうのは絶対に過去は変えられないんですね。どんな人間でも過去は変えられない。自分たちが変えられることは未来だけなんですよ。だから私実は普段公務員の受験生なんかにも教えているんですが、変えられるのは未来だけですから、そうすると過去にいつまでも固執してても仕方がない。反省をしなきゃいけない。反省はしなきゃいけないんだけれども、必ず前を向かなきゃいけないんですよ。だからそこをやらないとダメ。だからなんて言うんでしょうね、ダメだった先生、ダメでした、まあ、ダメだったのは分かるんだけども、そうダメだったダメだったって言ってても何もそこから生まれないんですよね。やっぱり未来を見ないといけない。で、今年の試験員はおそらく来年も継続します。ということは今回受けていて分かったと思うんですが、大体同じようなレベル、同じような問題の、まあ、質、例えば空欄があって、空欄補充があって、カッコ1カッコ2カッコ3、大体こういくつかの証文があって、大体このパターンで来る。で、会計学は多分このパターンがずっとこれから継続するだろうとは思います。ということは私たちはまず何をやらなきゃいけないのかというと、やっぱりこれから考えない、今後について考えないといけない。まあ、受かった人は受かった人でそれで構わないんですが、うまくいかなかった人は将来に向けて、考えないといけない。で、一応私はもうこんなタイトルのところで言うのもどうかと思うんですが、もう私の中では来年考えてるんですよ。来年です。もう終わっちゃったんだから来年どうするか。で、私の中ですよ、もうこんなところじゃ絶対言いませんけども、来年何が出そうかなと。今年はのれんが出た、有価証券が出た、これは外せる、とすれば私の気持ちの中ではもう大体両手で収まるぐらいの論点なんですよ。ということで、あとは私のことを信用してくれるかどうかなんですよ、皆さんが。結構信用してない人いるみたいですけど、結構ですね、皆さん先生なんか当たってますねと、びっくりしました、本当に出たんでとか、本当に出てびっくりしたなんていう人いますからね、受験生の中でてかびっくりした、私出るって言ったじゃないですか。出るって言ったら出る、私30年、まあ、この仕事レックに入ってからは30年ぐらいなんですが、ずっと長年この仕事をやってます。やっぱりレックで的中答練とか、まあ、他の答練もそうなんですが、これは危ないですよって言ったらやんなきゃダメですよ。私の言うことを信用してくれないと。で、意外となんかあんまり信用してない人いるのかもしれませんが、出るって言ったら出るんだから、でそこを信用して、もうお互いの信頼関係ですよ。来年に向けて、もう私は来年に向けて考えてますんで、何が出そうかなと。もう今年でこの二人の先生の手の内は大体分かったわけです。そしたらもう来年のことを考えないといけない。来年はどういうふうな傾向で、どういう論点があと残されているか、この辺をもう今から研究しながらずっと来年に向けて、ね、やってますから、まあ、今年受かった人はもちろん今年で結構です。それでいいです。ただちょっと今回しくじっちゃったという人はまた今度次ですね、来年に向けてということで、また次のステップに移っていかないといけないので、反省はしなきゃいけないけれども、ずっと反省ばかりしてても仕方がないので、まあ、次の将来を見据えた勉強ですね、切り替えてやっていただきたいと思いますんでね、まあ、ぜひまたもし私の来年ですね、来年もしまたレックで受講されるということがあれば、まあ、またお付き合いになるかと思いますので、また来年は結果を出せるように頑張っていただきたいと思いますけどね、はい、ということで私からは、まあ、会計学ですね、私からはこれぐらいになります。で、この後また別の先生ですね、また別の先生の講師に切り替えたいと思いますので、またぜひ、気持ちを切り替えて、また来年に向けて、もし受けられるという方はですね、来年に向けて気持ちを切り替えていただければと思います。はい、ということで、とりあえず私の方からはここまでということにしておきたいと思います。どうもお疲れ様でした。はい、では鑑定理論担当しますレック専任講師の川原です。ではお手元鑑定理論のレジュメの方を今度は準備をしてください。鑑定理論はみんなが恐れていた演習はそれほど波が立たずに、まあ、論文の方で少し波が立ったかなぐらいな感じですかね、そんなには、はい、じゃなかったとは思います。じゃあ論文の方からお手元レジュメのでは1ページ目ですね、問題1から解説をしていきます。はい、で下の合格とはの指針のところですね、こちらちょっと見てください。
問題1はマイナー分野といいます総論第1章からに関する問題でした。で、次の小問2の大把握がやや難しいが基本的には基準の引用で対応できる問題でありました。上に問題文があるんですけど、問題2が小問2が、不動産の価格の二面性について具体例を用いて説明しなさいですよね。日本語として捉えるならば価格の二面性という表現なので、不動産の価格というのはこういった面とこういった面があるんだみたいな問題文ですよね。でもそうじゃないですね。これはやっぱりもう基準を暗記してるってことを前提にした問題文ですので、これ書くべき内容は、一章の基準の中で二面性というワードが出てくるのはこれ価格と要因との関係ですよね。要因の影響下に価格があると同時に価格が選択指標として要因に影響を与える、このお互い影響を与える、価格と要因のお互い影響を与えるこの二面性を説明することがこれ大ということです。なのでこれも暗記してないとちょっとね、大把握が難しかったのが、小問の2ということになってきます。でまた下の指針のところに行きまして、で4行目、ただし出題可能性は高くない総論第1章についてしっかりと準備できていた受験生は多くないものと考えられます。やっぱり手薄にしていた受験生が、ね、多かったと思います。なので最終2行、極端に山を張ることなく総論第1章についても最低限の準備をしていたか否か、つまり網羅性遺憾が点差となった問題なんだということになってきます。ね、いつも言っていますが、メリハリは重要です。ただ山張りはダメってことです。やっぱり1章もやっぱ最低限のケアをしておかなきゃダメです。やっぱり最低限のケア、鑑定理論ってやっぱり倍の4問出されますよね。やっぱり1問ぐらいどうしてもマイナー的な分野が出て、でそこがやっぱりね、守りの答案をかけるかどうかが最後の合否を決めますので、そういった意味ではやっぱり1章についても最低限の準備を、ね、しておく必要があります。そういった、ね、網羅性が試されていたのがこの問題1ということになってきます。一応回答例見ていきますと、じゃあ2ページ進んでください。はい、まずは小問の1は土地の2つの特性ですね。ズバリこの縦目のところですかね、この自然的特性として5つで、人文的特性として3つですよね。基準をしっかり引用するということです。 できれば中心論点なので、自然的特性については土地それ自体に内在する固有の特性なんだ、人文的特性については、まあ、人が働きかけをすることによって我々と人間と土地との関係として生じてくる特性なんだ、こういったことを示せると、まあ、加点自由ということになってきます。まあ、前後ですね、まあ、かけるにこうしたことはないんですけど、この縦にですよね、この縦にとにかくこの自然的人文的特性に関わるですね、この基準の、ね、引用ができたかどうかが小問1ですと、まあ、ポイントということになってきます。で小問2行きますと、もうズバリこの縦にのところですよね。不動産の価格と要因との関係は、不動産の価格が要因の影響下にあると同時に選択しようとして、これらの要因に影響を与えるという二面性で、しっかり二面性ですね、ここの基準を引用すること。でこれ、題が把握できれば、こう具体例を挙げて、何でもいいです。なんとなく自分っぽくね、書ければ、一応これ、回答例はテキストの具体例です。例えば、行政的要因として不動産取引に関する規制が緩和されると、一般的に不動産取引が増加し、不動産価格が上昇するが、まあ、価格が要因の影響下にあるが、不動産の価格があまりにも急騰してしまった場合、取引に関する規制が強化される、税差が取られる、価格が要因に選択しようとして影響を与えるんだってことですね。まあ、こんな感じのことです。何でもいいです。要因とかお互い影響を与えるようになったことがね、自分なりに書ければしっかり点数はついてきます。で小問の3ですね。ここはまず前半、この鑑定評価の必要性、これ価格の特徴の4番ですよね。これは総ざらいとかでも扱ってますので、ここはやっぱり回答し方です。はい、で小問さんはですね、価格の特徴の4番ですね、引用して説明してほしかったということになってきます。であと、3ページの上の方を見ていただきまして、社会的公共的意義の、ね、重要性ですよね。できれば、まあ、不動産の在り方と絡めて説明してほしかったんですけど、まあ、ここも、ね、基準を引用できれば十分だと思います。でどれぐらい取ってほしかったと言いますと、まあ、範囲的には6割ぐらい書いてほしかったんですけど、なかなかやっぱり1章って暗記の精度が十分ではないので、その暗記の精度が劣るっていう意味では、まあ、5割ぐらい書けてれば十分に合格ラインクリアですね、できたんじゃないか、そういった問題がこの問題1ということになってきます。では4ページですね、問題2確認していきます。はい、で問題2は合格の指針のところで、
出題が予想されていた6章ですね、市場分析について7章、まあ、収益還元法との関連等ですね、そういった問題が出されています。本試験会場でもお配りした直前チェックとかにも市場分析危ないですよって示してましたので、それなりに、ね、皆さん準備ができていたと思います。で次の段落、正門さんが難易度の高い論点であるため、まずは正門 1,2 においてしっかりと点数を積み上げることが重要となってきます。で正門2の問われ方がやや抽象的なので、地域分析個別分析における、まあ、市場分析について、まあ、理由を示しながら基準を運用すれば、まあ、十分な回答になったのが、まあ、正門2という、まあ、変に難しく考えすぎないということですよね。6章で地域分析個別分析それぞれにおいて、市場分析においてどういったことから把握すべきなのかということが示されています。まあ、その基準ですよね。 できればやっぱり一言理由です。一言理由を示してこういったことからをね、属性を把握していくんだということを示せば、それが問いに対する答えということになってきます。で、次の段落ですね。そして正門さんにおいて演習等の知識を活用して属性行動を例するともに、新築未入居とのヒントを踏まえて直接還元法の構成をする準周期と還元利回りの査定での反映を自分なりの表現で示せれば、まあ、白紙を、ね、回避できれば大きな点数はつかない問題と言えるんだということになってきます。まず、具体的にこう属性と行動を示す必要がありますよね。できれば演習で最後鑑定評価額の決定のところで、これ問題文の市場分析のところから典型的な受容者の属性行動を引っ張ってきますよね。あのあたりでいつも単になんかこう引っ張ってきて丸暗記的にやるじゃなくて、なんか自分なりになるほどこの類型だとこういったことがね典型的な属性でこういった行動を重視するんだなってことを自分なりにやっぱり理解すれば、それがこう血となってやっぱりこういうところでこう書けるってことなんですね。やっぱりこう論文と演習をリンクさせるというんですかね、そういったことが試されていて、で収益還元法における何かしらの概念の反映が加われた場合には、これポイントは収益還元法の構成要素は純収益と利回りですよね。だから直接還元法でいうと純収益と還元利回りです。でここでの査定での反映何かないかなってこう自分なりに考えれば、なんとかです一応ヒントがありましたね、それなりに。でとにかくここは難しいので白紙にしないで自分なりになんかこんな感じで反映するのかなってことが書ければ、十分ですね部分点点数はついてくるはずです。で回答例いきますと、5ページ見てください。で正門にですね書いてほしかったのは縦位置のところを見てください。不動産の利用形態区画形成において主導的に役割を果たす市場参加者は、通常市場の需給動向に関する予測に基づいて意思決定するものであり、その判断基準には市場参加者の属性ごとに一定の傾向が認められる。まあ、ここの3行ですね、これ理由になりますので、市場で中心となる市場参加者、主導的な役割を果たす市場参加者は通常市場の需給動向に基づいて意思決定、まあ、行動するんだってことね。でその行動基準判断基準には属性ごとに一定の傾向が認められるんだってことですね。だからこそ地域分析における市場分析においては市場参加者の属性、さらにはその市場参加者が利用形態をどう選択し価格形成要因をどう判断を行っているのか、これまとめて行動ですよね、行動です、属性行動、さらにはライバルの動向、市場の需給動向を把握する必要があるんだってことです。これ、実践答練かなんかで総座例ですかね、総座例で扱った論証例ですので、こういった、ね、理由を示してほしかったのが、まあ、第一ですね、理由を示した上で把握すべき事柄で、個別分析における市場分析も、縦2の1行目最後から、不動産の価格は一般に当該不動産が属する市場における他の不動産との相対的な市場競争力に応じて形成されるんだということです。なので個別分析における市場分析においては、まあ、典型的な需要者の立場に立ってライバルの不動産と比べて、その典型的な需要者が市場競争力をどのように把握するのかをですね、把握することがこれ個別分析における市場分析なんだってことです。まあ、こういったことからですね、それぞれ地域分析個別分析における、まあ、市場分析において把握すべき事柄一言ずつ理由を示して述べれれば、この縦位置縦位をしっかりと示せば正門にですね、しっかり点数ついてきます。これ模範解答例なんで、その後縦さんで、まあ、まとめた理由と、あと加点事由として報告書の記載述べてますが、まあ、縦さん縦4がなくても十分ですね、1、2です、1、2しっかりと書ければ十分ですね点数がついてくるということになってきます。で正門さん
こういった、ね、消耗さ難しい問題の時ほど慌てずに、まずは何か基準留意事項で、まあ、上位概念的に点数をしっかりと積み上げるべきですね。そういったところがないか、これ具体的に属性行動を聞いてますよね。なのでこれ留意事項を引用して、これ属性行動把握するようになったっていうのを留意事項ありますよね。しっかりとこれ、ある意味要件定律的にしっかりとこの留意事項を引用して、まず要件定律して、で当てはめとしましては6ページ縦2のところを見てください、賃貸用店舗及びその敷地の典型的な買い手としては、例えば賃貸運用を行う不動産会社との投資家が考えられ、取引に際し重視する要因としては収益の安定性や投資採算性が挙げられるんだということです。まず買い手としましては、賃貸運営を行う不動産会社との投資家です。で行動としましては、収益の安定性や投資採算性を重視して行動するんだということです。で一方借り手としましては、3行目、例えば店舗運営を行う個人企業等の事業者が考えられ、賃貸に際し重視する要因としては顧客誘引力や、協業環境が重視されるんだということです。店舗運営を行う個人企業と事業者で、行動としては顧客誘引力やライバルのですね、環境ですね、協業環境ですねを重視するんだ、まあ、こんなきっちり書けなくてもいいですよ。とにかく買い手と借り手、賃貸店舗ならばこういった人が買うのかな、こういった人が借りるのかな、別にそんなに難しくないでも自分なりの言葉で書いて、であとは反映ですよね。慌てずに、市場分析結果は手法の適用によって反映するんだ、つなぎの文章で、直接歓迎法の定義慌てずに、でちょっと前置き的に、純収益総収益から総費用を控除して求めるんだ、で構成要素は純収益と利回りですので、ここでも、まあ、総収益を、純収益を把握する際のこの総収益の算定と、あと還元利回りの査定において、これ買い手と借り手属性行動を反映していきます。で一応ですね、これヒントがあります。あとで見ていただきたいんですけど、取引事例加工における事例の収集に関する留意事項があるんですけど、そこでその留意事項の中で、取引当事者の属性について事例の収集にあたっては分析する必要があるんだって留意事項があります。その取引当事者の属性のところの後ろで括弧がついてるんですけど、その取引当事者の属性というのは後ろ括弧で、これ6章の市場参加者の属性に同じって書いてあります。つまりこれ事例を採用する場合には、対象不動産の需要者と同じような属性の事例を採用しなさいって留意事項なんですね。つまり取引事例を採用する場合には、同じような買い手の事例を、賃貸事例を採用する場合には、同じような借り手の事例を採用しなさいってことにつながってきます。なので、本文はヒントとして、新築未入居とありましたよね。なのでこれ総収益把握する際には、これ演習でもそうなんですけど、まあ、地立ての場合がそうなんですけど、賃貸を想定して、通常賃貸事例比較を適用して、これ総収益把握していきます。で、この賃貸事例比較を適用する際には、同じような借り手の属性の賃貸事例を集めるべきですし、要因比較においては、その借り手が重視する要因を踏まえて、要因比較を行うべきなんだ、そういった内容です。で、一方、還元利回り、求める方法の中で、これ取引事例との比較から求める方法があります。なのでこの取引事例を採用する場合にも、できる限り対象不動産と同じ買い手の属性の取引事例を集めるべきですし、で要因比較のところには、その買い手が重視する要因を踏まえて、まあ、要因比較を行うべきなんだってことをですね、まあ、書けるとすごいいい答案なんですけど、まあ、なかなか無理だと思います。それはね。なのでやっぱりとにかく慌てずに、ああこれ収益還元を、つまり構成要素は純収益と利回りなんだ、じゃあ純収益、まあ、総収益だったり総費用、もしくは利回り、まあ、還元利回りのところで何か反映できる場面はないのかなって自分で考えて、で一言でいいので、まあ、こんな場面で属性行動を反映するんだということが書ければ、まあ、それなりにですね、これ難しい問題であるからこそ白紙にせずに自分なりの視点を示せれば十分にですね、あの部分点はついてきます。でこの問題については取材が予想されていて、まあ、あの総ざらいなんかでも扱っているので、特に証文1にはしっかりと書いてほしいんですけど、まあ、何分証文3が難しいので、まあ、6割ぐらい書けていれば、あの十分に合格答案クリアという形で点数が、ね、乗ってくるんじゃないかなと思っているのが問題2ということになってきます。で今度は、ね、7ページは問題3を見てください。
また指針のところを見ていただきまして、問題3は、総論第7章ですね、この収益分析法について2行目、基本論点である意義有効性ともに、4章諸原則や1章科学の特徴1番との関連をもとですね、そういった問題が出されています。第2段落、収益分析法はマイナー分野ではあるが、実践討論において定義有効性ともに、収益配分の原則が理論的根拠になること、賃貸不動産には適用できないことを指摘しているので、理屈受講生ならば、十分に守りの回答が作成できたのではないかなと思っております。収益分析法は確かにちょっとマイナー分野です。ただ実践等に出しておきました。なのでその復習をしっかりと行っていれば、なんとかですね、守りの答案をかけたんじゃないかなと思っています。で、最終2行、なお同じく収益方式の考え方を中心とした収益還元法との対比を意識した論証を示せると、リードできる回答となります。これ多分裏論点として、収益分析法というのは同じこれ収益方式の考え方を中心とする意味では、これ収益還元法とよく対比されるんですよね。なので証文2とか3とかで実は聞かれていたのは、この収益還元法との対比が実は裏論点といいますか、その辺がしっかり示せると結構リードできる回答となった、そういった問題がね、問題3ということになっていきます。じゃあちょっと回答を見ていきますと、8ページ、まずは収益還元法のこれ定義じゃなくて意義ってなってますので、ちょっとそれに意図があると思います。定義のみならず、収益還元法というのは適用のあり方が原則例外論に分かれてきますので、この適用のあり方が原則例外論になるんだと、この基準の文言まで引用できるとしっかり加点がついてくるですね。そういった縦の論証です。で、縦3、有効性。収益分析は、企業用不動産の賃料を求める場合に有効なんだ。で、これだけじゃなくて、プラスアルファですよね。具体的には、企業収益の大部分を不動産から収益が占めているホテルなど、対象不動産に帰属する純収益を適切に求める場合に有効であるが、企業不動産であっても、総収益が巨大資本や優れた経営等によって実現されている場合は、対象不動産に帰属する純収益を適切に求めることは難しく、適用が困難。なお、需要の住宅など、企業のように供されていない不動産には適用できない。これ実践討論の回答ね、大体ほぼそのままですので、ぜひね、ここまで、示せるとこれリードできます。この基準のみならずプラスアルファ論証加えられると有効性でこうリードができるということになってきます。で、証文にしっかりと上位概念として諸原則ですね、全文3段落示した上で、で関連が深い原則大丈夫ですよね、収益配分の原則です。で、諸原則の問題はしっかりと定義をフルで示すということです。ここしっかり定義を示す。で、難しかったのが9ページ、この証文2の丸2ですよね。ここまでのね、基準等々暗記しているのはなかなか難しかったと思います。これ、多分この証文に丸にはですね、なかなか適切な論証を、ね、する人もね、なかなか難しいと思います。なんで、あんまりかけてなくても、この丸には、ね、そんなに点差がつかないです。で、意義としましては、結局これ、この収益配分の原則を踏まえて意義求め方を示しなさいって問題文でしたね。で、この収益配分の原則の内容をアレンジした形で示されているのが、これ収益還元法における純収益の意義です。これ流用できます。これ概念は同じです。なのでこの収益純賃料の意義としましては、7章の収益還元法の純収益の意義を引っ張ってくると、これ回答になります。ただそれが気づけなくても、なんとかこの収益分析法の定義から自分なりに企業収益のうち不動産に帰属する部分が収益純賃料なんとか書けますよね。それでね、点数ついてきます。なんで本当はこの純収益の意義7章の基準しっかりと引用してほしいんですけど、まあ、自分なりに収益分析法の定義を踏まえて一言意義述べれば部分点ちゃんとついてきます。で、求め方はこれ収益還元法における純収益の求め方に準じて、これ企業用不動産ですので、要はね、こう賃貸以外の事業のように供する不動産の純収益の求め方、つまり売上高から売上原価、販管費を控除して求めるんだ。ただこれ賃料を求める中でのですね、査定ですよね。収益還元法全期間に対応しています。一方収益分析法は一部の期間で、この期間概念の違い、そういった賃料の有する特性に留意しなければならないんだ。収益還元法との対比を意識した論証を加えられると、まあ、加点となってくるんですけど、これなかなか難しいです。白紙にできずに下にですね、自分なりに論証できれば点数がついてくるはずです。で、9ページは証文3見てください。
まずしっかりとこの価格の特徴の一番ですね、しっかりと引用する。でこれ大把握難しかったですよね。元本価率の相関関係を踏まえて賃貸不動産に収益分析が適用できない理由です。例えば積算法における基礎価格を求める際に収益還元法を適用できない、これ論的根拠は元本価率の相関関係です。積算法と収益還元法は同じく元本価率の相関関係に着目しているので、積算法に基礎価格を収益還元法と求めてしまうと、これ果実から元本を求めてまた果実なので、まあ、循環論ということですね。これも理由がこれ元本価率の相関関係です。一方これ収益分析法に賃貸不動産に収益分析を適用できないというのは、特にこれ元本価値の相関係がストレートにこれ理論的根拠となるものではないんですよね。こう大把握は難しかったと思います。やっぱここはやっぱり収益還元法との対比ですよね。収益還元法というのは元本価値の相関関係に着目して、果実から元本を求めることができる、だから賃貸不動産にも適用することができる、理論的なんだということです。一方収益分析法は元本価値の相関関係には、ね、着目していません。だから賃料から賃料を求めるということになっちゃうので、賃貸不動産の総収益から賃料を求めると、賃料の集合体であります賃貸不動産の総収益から賃料を求めると、これまさに循環論なので、だから理論的じゃないんだということですね。なので適用できないんだということを書ければいいんですけど、これ難しいので、ズバリここはこの循環論に陥るため、この一言が示していれば十分点数ついていきます。しっかりとこの元本価率の相関関係ですね、基準を引用して一言循環論に陥るためって書ければまだ大丈夫です。でこの問題は収益分析法という意味ではマイナー分野なんですけど、実践答練で出してますので、レック受講生ならばこの問題は頑張って7割ぐらいはちょっと取ってほしかったです。この丸には書けないです、全然厳しいと思います。ただそれ以外は十分対応できるはずですので、なんとか7割ぐらいは取ってほしかったのがこの問題3ということになってきます。はい、じゃあ10ページ問題を見てください。はい、問題4は下の指針のところで、一章更地の鑑定評価について配分法、原価法、あとは出題が予想された開発法の基本的な知識を問う問題です。やっぱり開発法を直前チェックに示しておきましたので、それなりに準備ができていたと思います。で第7句、実践答練で原価法の有効性や更地の鑑定評価にできる配分法の適用、また的中答練においては開発法を取材していますので、その復習をしっかりと行っていた陸受講生ならば十分にこれ合格ラインクリアの回答ができたと思います。でこの問題は論文4問の中でもちょっと取りこぼしが許されないですね。しっかりと点数をね積み上げてほしい、得点をしてほしかったのがこの問題4ということになってきます。で回答を見ていきますと、11ページ、まずこれ模範解答例なので定義以外もですね述べてますが、まあさら地の定義だけでも十分です。これ模範解答例なのでちょっと丁寧な論証になってますが、さら地の定義だけでもね小問1十分です。で小問にちょっと問題文を見ていただくと、小問には中規模の更地の鑑定評価額の決定が問われてますよね。これ意味があるってのは分かりますよね。大丈夫ですか。これつまり大規模地の場合に適用する開発法は小問2では触れないでくださいねって、これ大ですからね。大丈夫ですかね。それは小問の4で触れるべきものですよ。普通に更地の鑑定評価を書かせないならば、こんな中規模なんて入れなくていいわけですよね。なぜ言って入れるかというと、それは小問の上で開発法を触れてほしいので、小問2では開発法は触れなくていいんですよって題ですからね。なのでこの小問2で触れてると、やっぱり試験員はいや、せっかくダブらないように中規模って入れたのに、なんでそういう題を築いてくれずに小問2で開発法を書いちゃうのってかなり残念に思うと思います。で試験員も人間ですので、やっぱりね印象点って意味では最後1点ぐらい減点は大いにあり得ると思います。なんでこういったねやっぱり無駄なところはないので、第2に気づいてほしかったのがこう中規模というですね、そういったこれね指示です。で講談は、手法の適用における、複合不動産建物およびその敷地の取引事例の採用ですので、ずばり配分法ですよね。慌てずに配分法の定義長めなんですけど、しっかり示した上 で示してほしかったのは縦に第3並く、これ格論一章の基準を引用して、更地の鑑定評価にあたって配分法を適用する場合における取引事例は、更地は常に最優交渉が可能であることに鑑み、敷地が最優交渉の状態になるものを採用すべきです。これです。
サラ中は常に最優公所が可能だ。これが理由です。なので敷地が最優公所の状態の建物およびその敷地の取引時を採用すべきだ。このね、2行ほどです。これ示せれば十分です。簡潔にって書いてありますので、この2行です。常に最優公所が可能、この理由を示して、この各論一章の基準を引用できれば十分にですね、点数がついてきます。一応模範解答練なんで、次の段落で配分法を適用する理由を述べてるんですけど、まあ、これは書けなくても大丈夫です。で、正門さん移っていただきまして、まずは丸1、上位概念として原価法の定義を述べた上 で土地の最長達原価の求め方、素地価格の取得原価、さらには造成費、負担費用、3つを加算して求めていくんだってことですね。農地林地を取得して、で造成し宅地にするってことですので、この3つを加算して求めていきます。で、まあ、簡潔にですので、もう一応ね、模範解答例なので熟成度加算まで示しておいたんですけど、正直なくてもいいぐらいだと思います。あくまで丸1というのは丸2の上位概念として、簡潔に土地の最長達原価求め方、まあ、積み上げるべきコストを示してくださいね、そういった題です。だここ大転換する意味はないです。例えば直接層間接層まで触れるとか、これいらないです。全然あくまで丸2の上位概念として、丸1、簡潔に土地の最長達原価の求め方を示せばいいので、実際私回答作成した時にははじめ熟成と加算入れてなかったです。ここさえもいらないかなと思ったぐらいです。なので、もうこのね、はじめの2行かけてればもうそれなりの点数ついてくるはずです。で、丸2が中心論点です。あくまで中心論点で、さら地について土地残余法を適用できない場合ですよね。例上1つ挙げて、で、できれば適用が可能な場合から入っていくと、ある意味原則論というんですかね、適用が可能な場合から入っていくと流れのある答案になってきます。つまり更地であったとしても、最近において造成された造成地埋め立て地の場合には最長達原価求めることができるので、更地についても原価法が適用できます。で、対比的に一方、造成後長い期間を得ている規制市街地に損する更地については、その素地価格について適切な取引事例がなくて最長達原価を求めることができないため、原価法適用が困難。ズバリキーワードは規制市街地ですね。規制市街地、キーワードです。規制市街地。なので、素地価格のね、やっぱり通常取引事例価格を適用して求めていくんですけど、この素地価格の取引事例がなかなかないので、そうすると素地価格は求められない。積み上げるべきコストの一番目が求められない。つまり 全体最上達原価を求めることができないという形で、さら地について原価法ですね、規制市街地の場合には適用することができないんで、そういった流れです。できればまずは適用できる場合で、規制市街地とキーワードを示して最上達原価を求めることができないので、原価法適用は困難なんだ。こういった流れを示すると、こう深い理解をアピールできます。で、証文2で割愛した証文4ですね、開発層ですね、大規模各地の場合は参照に加えて開発層を、ね、比較考慮して鑑定評価を決定していく、ここで示した上 であとは基本式を除いた、まあ、基準留意事項ですよね、まあ、求め方、さらにはこれ開発計画の想定の切る留意事項ですね。で、本文は分割利用を前提とした問題ですので、当たり前です。これ一体利用の記述はですね、書かずにですね、割愛して分割利用を前提とした論証をすることが大事です。だから留意事項を引用する場合も、これ当たり前ですけど、分割利用を前提としたところだけピックアップして書くってことです。一体利用のところは割愛しないと、それ大に即した論証とはならないということになってきます。で、最後、開発を比較考慮すべき理由はズバリ想定要因が多いため、これも当連等でもしっかり出してますよね、かけたはずです。なので結構ほとんどの論点当連で出してますので、実際皆さんに書かせてますので、レック受講生ならばこの問題4は8割ぐらいを取ってほしかったです。ぜひ8割ぐらい取ってほしかったのが問題4ということになってきます。はい、じゃああと演習ですね。22ページ開いてください。はい、22ページ、演習ページの22ページ開いてください。
はい、じゃあ指針のところ、令和4年度の演習問題はこれ、句立ての問題が出されました。で、句立てについては2行目、平成20年度に出題されていますが、今年度の問題はその20年の問題を新形式にして、やや難易度を高めた問題と言えます。実践答例に添付しておきましたよね。この平成20年の問題、叩き台にした問題になっていました。第7句。句立てについては直前チェックでも出題可能性が高い類型として指摘しており、まあ、公開模試第1回でも出題するので処理の流れ自体はしっかりと準備できていたものと考えられます。結構似ている問題だったと思うんですね。公開模試1回目、占有面積壁心採用するんだということで、高揚さを生じさせる要因を上げさせる、さらには、取引事例比較において対象動作の占有面積、占有部分が需要の場合には賃貸されている取引事例は採用することができない、あとは例えば収益還元法のところの総費用のところで修繕費とか、維持管理費とか管理組合に支払うですね、修繕積立金とか、管理費、これかける12ヶ月たものを加算するって処理もやりましたよね。結構類似する問題、公開模試で、扱いましたので十分に処理自体は対応できたはずです。で、第3段落、昨年度の演習問題と比較すると問題量は減少しているが、減少しており、内容的にも応用論点がわずかであったことから難易度としては標準的なものといえ、演習が得意な受験生ならば十分に最後まで処理できる問題だったといえます。結構最後まで処理できている方結構いらっしゃると思います。で、次は句立ての問題で重要かつ難しいのが配分率の査定です。で、本問も分譲事例を選択させたり1回の公用費を相乗席で修正させたりといった応用が含まれており、配分率を適正に処理できた受験生はそれほど多くないものと考えられます。実際答練とかもしでも繰り返しやらせたんですけど、配分率はだいたい正解率が1割ぐらいです。なんで多分本試験でもなかなかしっかりと最後の数値まで合ってるほどですね、しっかりと完璧に配分率を査定できた受験生は正直多分多くはないと思います。なので結構皆さん配分率間違っちゃってる人いると思うんですけど、そのこと自体で大きな点差になることはないと思います。ある程度部分点ももらえると思いますので、結論の数値が間違っていても途中の過程とかある程度合っていて流れ自体の理解が合っていれば結構部分点もらえますので、そういった意味では配分率でそんなに、大きな点差は開かないんじゃないかなと思っております。なので、したがって配分率査定をミスしても大きな点差はならないだろう。それよりも配分率以外の処理でどれだけケアリスミスを最低限とどめることができたか、また事例選択のミスや記述部分の粗さがポイントになってきます。事例選択のミスはちょっと痛いですかね。やっぱりそんなに難しくなかったので、ちょっとね、事例選択見せてしまうとちょっとある程度失点になると思います。あと本問みたいにある程度書き切れるような問題は記述部分の精度が結構点差になると思います。受験生の中にはもう計算ありきで普段から記述をおろそかにしている受験生たまにいるんですけど、そういった方はですね、今回の問題はちょっとね、点数が伸び悩むと思います。それなりに記述のところありますよね。やっぱある程度最後まで書き切れる人が多いと、あとはこういった記述部分の丁寧さみたいなところが点差になってきますので、そのあたりも結構ね、本問ですと重要だったのかなと思います。なんで最終2行、標準的な合格者レベルでは大きな点差が開かない問題といえ、合格推定点は7割程度と考えられます。去年の合格者はですね、点数で、集めたんですけど、だいたい50点台中盤ぐらいが、多くいた点数でした。なんでそれから比べると今年はそうですね、やっぱり70点ぐらいは、人によっては本当90点以上取る方も多分いると思います。なんでやっぱ70点ぐらいは、70点前後は最低でもちょっと取ってほしいかなって、そういった問題が今年の演習問題だったんだということになってきます。はい、すいません、ちょっと途中ね、すいません、プレゼンター使い方ちょっと混ぜてしまって申し訳なかったんですけど、で、受かってる可能性がある方は、皆さん最終的に鑑定士になるためには実務修習を得て鑑定士になる必要があります。なので実務修習を受ける必要があります。受け方は3つです。まずは鑑定事務所等々に転職就職をして、そこで実務修習をですね、受けるということで、次は今の仕事を続けながらならば、この大島先生の事務所のように実務修習に特化して受け入れてくれる事務所がありますので、そこで受ける。あと東京ですと明海大学さんが実務修習の受け入れ先ですので大学できる、この3つです。で、大島先生のところも大学も一応枠がありますので、やっぱ早めに、連絡を取っておかないと枠埋まっちゃいますので、早めに連絡を取る。で、就職転職する方はもう直ちにしてください。もう今動いてます。合格を待って、発表を待って動くというのは遅いです。今日本不動産鑑定士協会連合会、
全国の鑑定士を取りまとめている日本不動産鑑定士協会連合会ホームページがありまして、そこに求人情報が出てるんですけど、そこにこうずらーっと今ね求人募集が出ています。特に大手の鑑定事務所は今ね会社説明会の日程を上げてます。なのでそこにエントリーして、さらに履歴書等々送って早め早めに動くようにしてください。大手ですと9月の頭ぐらいに合格を条件に内定とか出したりしますので、本当に早く行わないと枠が埋まっちゃいますので、就職転職活動はですねすぐに動き出すようにしてください。はい、では以上をもちまして論文本試験を切るですねガイダンスを終了させていただきます。ありがとうございました。